でも沖縄といえばね浮かれてるわ全員が浮かれとるな。今からご飯食べに行きます。やった、お願いします。煙と春と、はい、いやささいやーハイサイ私多分今日、はい、ボケというボケ一つも言ってない、はい、ほんまにもう浮かれて浮かれて、はい、超楽しいですよ、ね、もうほんまにやばい、はい、沖縄大好きですよ。私今日で大好きになった、あんま知らんかったから、はいはいはい、いいよなマジで。ちょっと充電の兼ね合いがあって、はい、私らは一応私の長州力さんファッション、そう長州さんにもらって帽子と T シャツトレーナーとか、はいはい、で長州さんとロケ行かせてもらった時に、はいはい、めっちゃ可愛かって、はいはい、欲しいですって言ったら、はいはい、あかんみたいな、断られたんかその体が大きい人用のやつやから、なるほど、あ細いギャルとかは合うかわからんってこと、はいはい、そうでそっからごねて言ってた、はい、ごねるんやごねて、いや可愛いから欲しい大きめで来たりするもんって言ってなるほど、分かったよ黒はみたいな、今日も熊田雅史さんに最後ごねて子供ちゃんへのプレゼントのはずをタオルもらったら欲しいですでそれもあかんって悪い風にあかんじゃなくて、まあ、なんかノリみたいな感じみたいな感じな、けどめっちゃ仲良くさせていただいて、今知ってる荒川長州さんのことなんて呼んでるか、まあ、長州さんやろう、なんて呼んでんね、リキさんこれは2人でロケだから、はいはい、長州さんって噛みすぎて、はいはい、リキさんって言うてる、めっちゃ都会出てきた、わすごい都会って呼んでる、都会や、え、何でも食いたいわ、うわでクラブとか行きたいわ、あでもいいらしいな沖縄のクラブって、私あほんま明日何もなかったら行ってた、余裕でクラブ行ってた、確かにな、クラブ行ってんで行くんですか、あそうなん、あでも人生で1回しかクラブ行ったことないんですけど、人生で1回行ったクラブ沖縄のクラブでした、はい、土日はレジャーを楽しもうかな出た伏線が、あの時のクラブってどういう場所かって言ったら、もうその自分全てを捨てる場所というか、何すかそれ修行、えそんなことではないよラビットや、何これ行ってみたかった FR2、 あ FR2 これ沖縄にしかないの、この青は原因的や、今から買い物なわけないご飯食べたい、えちょっと待って、住所見た方がいいよな、一瞬見て、あ今そのお店も買ってます、一応すいません、あのさっき教えてもらったお店は逆です、あ逆、はい、逆と思いながら歩いてました、ごめんでも大丈夫ですか、大きい方はあっちなんですよ、メインで、あ、そうある、お腹減ってんだけど、さっき食べて、はい、回って、あ、お腹いくらでも忘れます、正直信じられない量タコライス食べたんでやっぱタコライスね、私のことやから、昼エッキングタコスみたいなやつ、いや、なんかパン系のなんか、あ、そうなんです、おしゃれな方にしてる、それ一周するなら一回あっち行った方がいい、一回見てみる、で、そこで気になるところを、沖縄の仕事に、映画祭的なやつだと思ったら、もう議論の営業でした、でも映画祭関係あるやろ、島全部で大きな祭の中に映画祭が入ってて、島全部で大きな祭のうちの1個の、なるほど、ライカムっていう地名、ライカム、本当中よりずっと上の方の、あ、そうなんや、今日呼んだわライカムってところもやってますんで行ってくださいみたいな、ライカムでミチさんとかとなんかやってました、そうね、ちゃんとお笑いさんと令和と誰、あと、でもいろいろ田沢原さんとか、あ、じゃあ面白メンバーでチャンピオンのトータルさんも、あ、そうなんや、ちゃんと営業やん、普通にみんな書いてました、あ、そうなんや、エリバリのチョイさんだけ友達と遊ぶって言って泊まってるらしいです、ギャルやの友達と遊びます、いいよなこの街並み、いいよな、どの国でもないんだよ、確かにほんまにそう思う、ね、本当に不思議な感じ、めっちゃいいやん、うわいいな、あと2、3泊したいな、旅行の大事さ学んだもんな、旅行行きたいと思った、行った方がいいよな、旅行あんまり興味なかった、うん、はいはいはい、まあ、仕事の方がいいやみたいな感じだったけど、あ、うん、こんなリフレッシュできてもう一回頑張ろうって思ったら、はいはいはい、なんか遊ぶのもめっちゃ大事やなって思った、明日から頑張ろうな、四万十の宝じゃないですか、文書では載ってない、もうええで、テレビでは売ってないほんまに確かにあるはずさそう、ここにあった、あったやろな、それ、ほんまに寄りたいとこあったら何でも言って、沖縄感じれたら僕も結構それで満足だから、今かなり満足はしてるんですけどよかった、早いな、でも、沖縄好きなんですよ、
僕はもうスリーが、ね、沖縄なんですよ。あ、そうなんや。あれ結構、はい、街をちゃんと再現してるんですよ。僕ここでめっちゃ喧嘩したことあります。じゃあゲーム内な、これボコボコにするわけ。アロハシャツとか売ってんじゃないか。うわ、アロハシャツ普段から BK やから俺が BK なことです。ストリート系って言ってください。服装 BK、B ボーイ系なんですよ。私の雑誌みたいな BK って書いてある。唯一の後輩 BK って言わん。言う、BK 私らが BK やってたな、ファッションで。久しぶりに BK 見たわと思って。BK の煙。BK の煙。BK の煙。めっちゃいいやん。どんな感じかわからないですけど、三振で歌ってくれるお店とかあるじゃないですか。あ、めっちゃいいな。そういうの大好き。そんなもん好きですよね。ジーマミー豆腐みたいなのあんねんな。ジーマ豆腐か。シーサーとかお土産も売ってるで。うわ、お土産も。ほんまに欲しかったっけな。ほう。マジで。私ら買うで。ラフテーとかええな。あのさ、中村翔が一瞬ラフテーやったじゃん。え、名前がジャイアントなでしこのラフテーって名前。おもろ。でもほんまにちゃんと社員さんに怒られて却下やった。え、ダメなんすか。ラフテーはダメなんだ。ダメなのも意味わかんない。ジャイアントなでしこ意味わからんで。中継の T シャツ買うか。中継なんとかなんちゅうとかで、ね、ならアロハシャツです。そうやな、アロハで来たいな。せめてここでも水着持ってこようかと思いました。楽しむ気満々やん。なんか一回この辺で折り返します。そうやな、渡ろうか。落ち着いてきました。うん、あっち側も渡ってみて。うまい、あっち側で行こう。楽しいな、ほんまに。街並みだけで楽しいな。シムどんどんするな。ちむどんどん。ちむどんってどういう意味？これ心がドキドキするみたいな。心がワクワクする。沖縄返還50周年でしょ。春どんどんある？今日。春どんどんないよ。じゃあなんで春どんどんない？春さんの心がワクワクする。春どんどんなんだから。それはいつでもそう。いつでもいつでもそう。かっこいい。そうそう。いつでもそう。春どんどんはいつでもしてるよ。それはそうよ。こんな音いいな。ほんまに歌ある系探す。多分それほんまそう。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、聞いてみる。あ、聞いてみてよ、あれか。ハルさんが意外とそんな感じなんですね。聞いてきて。そう、聞いてきて。もうその人見知りとかないんだ。あらかが人見知りないからもう頼る。すごいな。こういうのは全任せ。チーヌ、チーヌ、チーヌ、チーヌ。結構人気。わらゆいかちぬま。それ別にご飯食べに行ってそっから行くのもありなぐらい時間やってるんですか。あ、やってると思います。一回電話してみてもらえる。朝聞いてみようか。めっちゃ助かります。ありがとうございます。楽しんできます。ハイサイ、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 ありがとうございます。オリオン T シャツいらんか。わあ、どうするか。え、ちょっとオリオン T シャツ欲しい。欲しい、まあ、ちょっとオリオン T シャツ買ってきます。はい、オリオン T シャツ欲しいです。ということで3人でそろそろいでーす。そろになりました。嬉しい、嬉しい。嘘、え、めっちゃ可愛いやん。え、なんていう名前。スプリングっていうアイスクリーム。すごい可愛い。可愛い、めっちゃ可愛いやん。全然いい、柔らかくしてもらいい、うん、ほんまに、もちろん何でも可愛いから嬉しい。こんなん可愛いやん、ね、すごい。お揃いですって言った後に、あ、撮っていいですか。あの柔らかく声かけてもらって、おしゃれな。さんが、よく見てってください。すみません。ちょっとその人に口なんで、シンプルダブルアイスの柄みたいな。あ、そう、いいな。サイズがアイスみたいな感じ。でもアイス。次が商店街。夜だからあんまやってない。入ってきました。あ、でも有名そう。ここもかなりね、ここは喧嘩しています。じゃあ、これいいね、龍が如くの。良さそうやな。こんな広いねんな。沖縄な。確かに、なんか結構ここが国際通りみたいな感じだったら、うん、全体が国際通りやな、うん、なんかお揃いの服ある着てるってだけでなんかすごい気持ちになりますね。
3人でまんじやな、かなりかなりこれはまんじる、なんでまんじなれんの、まんじだな、ね、これ脱げる、本当に脱げるや、脱げるけど、お揃いの感じ減っちゃう、じゃ減ってないやろ別に、脱げるからごめん、脱げる、なんで脱がされないかな、チヌマン行く、チヌマン向かう、名前相当面白いんだよチヌマンは、そうやな、はい、こっちもいい感じじゃない、めっちゃいい、すごい、あったかいからこういう外で飲むのが、そう、わかんないよな、沖縄弁でさ、なんかさ今日話しかけてもらった時に、はい、ハッシュタグの人ですよねみたいな、ああ、かわいい、イントネーションかわいいな、作業用聞き流し沖縄弁とかあったら、かわいいよってな、そうそう、いやでもまったり聞けるよな絶対、チヌマンが8時半ぐらいに開くと思いますみたいな、ここも良さそうやね、良さそうやな、しっかり歌ってる、ケムがノリノリで嬉しいわ嬉しい、私はしっかり歌ってます、やっぱ歌いたなんねんな、今日も行きの車両の中で海バーって見ながら、亜生さんが急にもう我慢できないって言ってブームの下田流しましたやっぱそうなんねんな、荒川も言ってたよな朝、晴れ晴れ、はい、飛行機乗る前に、はい、曲ダウンロードしたうわー月一で行きたいな、ほんまに沖縄の都会の部分となんか離島みたいなとこ見たくない、行きたい、観光みたいな、久米島とか行きたいですね、行きたい、行きたいな、ええー、な絶対、久米島とか、でもさ、はい、大切な人と行きたくない、うわ勝手にどうぞ、僕ら今不幸ソロですけどね、いやもうだいぶ大切なメンバーちゃうこんなやつこれなんなんこの3人暗い路地歩いて、暗い路地歩いて、急に暗い、暗い路地歩いてさっきまで楽しいところ歩いてた、沖縄じゃなくていいぐらい暗いところここどこか急に怖くなってきて大丈夫、ケムがマップ見てくれてるから、俺たちがこの格好で歩いてるせいで何かの値段がぼったくられたりする可能性もあるそんな時はもありえるなこいつらいける、確定演出だから、でこの口角の上がり方とか確定楽しいじゃん絶対いけるやん、何でも払っちゃうじゃん怪しまんやろな私ら、ここも我慢できん、しまうたよ我慢せいやオリオンビールの T シャツ着てやるけどまた確定演出一つやってしまった、何しまう歌を歌うほんまに浮かれすぎて私どれぐらい浮いてんのか怖いもんね、自分が相当浮かれてますね、ああだいぶ浮いてはいるやろな、だってもう春に朝一6時半ぐらい空港で、はい、はいはい、じゃあもう危なかったら、あの時から匂いはしてたら浮かれてるまだ東京って言って春にまだ東京、びっくりしたもん、毎朝下がる、えなんか島歌ライブ居酒屋とか、ゆいか、あそことは違うんですね、なんとかゆいかは違うんや、ゆいって沖縄の言葉で絆みたいな意味じゃない、うわ、えいや無理やったらそこ行こうやん、そうやな、歌姫もありますか、歌姫もあるやん、民謡ステージ、でもステージじゃん、ステージか板の上か、板の上やな感じ、板の上って言うな、板の上立っちゃうとな、じゃあ板の上立っちゃうてない、在慢しちゃうからいやそれか発言が浮かれてる全員なこれ危ない、これ危なすぎるで朝すっからかんか明日全員死んでんやろな、あチルマンや、歌がいいとこ教えてくれるんですか、チルマン良さそう、普通ご飯もなあ、あ待って時間書いてる、ライブ時間次9時や、いけるいける、8時半入ったらちょうどいいや、1時間ぐらいいたら最高最高、だから今日何しに来てるか知ってる、私ら何教科書に書いてないこと学びに来てる、もう言って歌詞引用してるだけだよそれずっとそれがシマンチュヌ、だからシマンチュヌって言うなだからほんまにちゃんと見んといてほしい、この動画を、あそうやな、もうこれ作業用 BGM ぐらいで流してほしいな、適当に見てほしい、いないいないと意味ないし沖縄で感じないと意味ない、そうそう真面目に見たらその怒られる可能性確かにこれこいつらが行ったから行こうともならん動画だ正直ただただはしゃいでる3人を見てほしいだけ、あ声かけられる、優しい、あ、聞いて聞いて聞いて、行っちゃって、普通に良さそう、早いなスピード感、あのエビとか逃げちゃいそう、お前跳ねちゃう、跳ねるやん、美味しそう、8時半から開くということなんでちょっとね、ブラブラ、どこでもあんなこれ人気やねんな、やっぱりとかやったら一瞬とか入れそうじゃなかった、一瞬覗く、
そのあの路地。あ路地のかな。伝承劇。伝承劇大好き。伝承劇の光を。え？すごい。夜の灯りを照らしてくれないか。大切な人めっちゃカメラ目線で歌ってるやん。いつか夜道に迷うことなく帰り着けるように。全員がカメラ見てるやん。あれいいんですよね。あれいいんですよね。手と手ってやつを知ってます。手と手を、手と手を、その手と手をってやつ。あ、喋だけ聞いたことあるかも。知らん私。あれ、あの歌いいんですよね。何やんですか。はい、いいな。本当いいですな。コントで歌紹介してくれる。光の手と手をっていいんですよね。しゃもいてる。入んな。さっきの路地はこっちですけど。うわー、長崎県のやろ。三振の花が僕一番。いや、でも絶対歌ってくれそうな気がするんだけど。あれは歌ってくれそう。オリオンビール。あー、自慢のオリオン。そうそう。三振。え？その三振言うわ、野球の。で、今何分？まあ、11分、12分ですね。やばいやばい。もう戻った方がええちゃうな、これ。これ。え、もうあの前でおとなしく待っとこや。あんまーよ。あんまーよ。あんまーよ。いっぱいだけ飲みたいのに。もう行けるって。いや、25分まで頑張って粘って走ろうや。嫌やってさ、一杯飲むの嫌やって。そうやって一杯飲んだ方が絶対いいって。絶対もう戻ってあっちで飲んだ方がいい。じゃあずっと立っとくのほんま無理やって。くるっと回ったらいいんちゃう。くるっと回ったらどこ行くんすか。ここ戻ろうか。もうオリオンビール三兄弟がうろちょろうろちょろして。足痛い。路地入らんかったから。ほんまにゆっくり歩いてほんまにヒールやね。どうせ中入ったらまた騒ぐんやろ。もう騒ぐ。じゃあもうなんやねんこいつ。もう帰りますか。ただこれ勝っただけやで今んとこ。言うてる前でほんまに。言うてる前。青山で。止めよ。ご飯食べてきました。楽しかった。楽しかった。ね、歌聞いたり、はい、あの勝ち足学んだり、なあ、習ったり。シュッ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 。はい、おじさん。はい。これもまた見ました。本気でやった。本気で。マジで本気でやった。勝ち足最後までやったの僕らでしょ。そのお前腕使って腕つるかってぐらい。楽しすぎたな。楽しかったです。また来ます。はい、ありがとうございました。また来ます。ありがとう。おやすみ。